いつもご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など、福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで、独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。気軽に聞き流しや、ながら劇をして、空いてる時間に勉強するツールとしてお使いください。はい。三福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 社会福祉士資格合格講座2019年過去問の13となります。えー、今日はですね、権利用語と青年貢献制度の単元から問題77から83の7問ですね、えー、取り上げております。全問題解説付きです。それでは行きましょう。えー、今回はですね、2019年試験の過去問より、 えー、問題77から83の7問ですね。えー、科目は、権利用語と青年貢献制度です。試験問題文と全選択肢を講師のつーちゃんが話します。回答と全ての選択肢の解説をしていますので、聞き流し、ながら聞きで OK なので学習してください。なぜこの選択肢が正解なのか、ツの選択肢はどこが違うのか、何度も聞いて覚えて理解してくださいね。それでは本編行きましょう。 問題の77からです。生存権に係るこれまでの最高裁判例の趣旨に関する次の記述のうち最も適切なものを一つ選びなさい。1番、厚生労働大臣の裁量権の範囲を超えて設定された生活保護基準は司法審査の対象となる。2番、公的年金給付の平給調整規定の創設に対して立法府の裁量は認められない。 3番です。工場的に生活が困窮している状態にあるものを国民健康保険料減免の対象としない条例は違憲である。4番。生活保護費の不服を争う、えー、訴訟係争中に非保護者本人が死亡した場合は相続人が訴訟を承継できる。5番。 生活保護受給中に形成した預貯金は原資や目的、金額に関わらず収入認定しなければならないですね。えー、最も適切なもの一つどれでしょうかはい、正解は1となります。はい、それでは解説いきたいと思います。1番です。 厚生労働大臣の裁量権の範囲を超えて設定された生活保護基準は司法審査の対象となるですが、はい、これが丸となります。えー、司法審査とは国家の初期間の行為について、それがい、えー、憲法に適合するか否かを審査し、違憲の場合には、その行為を無効とする権限を裁判所に与えるものなんですね。 立法権の著しい逸脱があれば、司法審査の可能性を認めるという判例があります。まあ、朝日訴訟というんですが。ですから、この選択肢はですね、丸となります。ちょっとですね、まあ、難しいですが、まあ、あのー、はい、覚えてくださいね。2番です。公的年金給付の平均調整規定の創設に対して、立法府の裁量は認められない。はい、これは罰となります。 年金の平均調整は立法府の裁量に委ねられるという判断がされていますのでね。これは堀木訴訟と言います。罰となります。3番です。向上的に生活が困窮している状態にあるものを国民健康保険料減免の対象としない条例は違憲である。はい、これ×ですね。向上的な生活困窮者を国民健康保険料減免の 対象としないのは、著しく合理性を欠くとは言えないという判例があるんですね。朝日川市国保料訴訟と言います。ですので、これは罰ですね。はい、4番です。生活保護費の不服を争う訴訟係争中に、被保護者本人が死亡した場合は、相続人が訴訟を承継できる。はい、これ罰となります。えー、生活保護受給権の 一心専属的な権利を理由として、本人の死亡により訴訟の終了を示したという判例。これ朝日訴訟なんですが、ありますのでね、証、え、ぇ、ー、承継はできないんですね。です,ですから、これは罰となります。5番です。生活保護受給中に形成した預貯金は、原資や目的、金額に関わらず、収入認定しなければならない。はい、これ罰となります。 生活保護法の趣旨にかなうよ、えー、貯蓄は収入認定の対象とすべき資産には当たらないとして、条件付きで貯蓄を容認する判断を下しているんですね。そういう判例がありますのでね、これは罰となります。七、えー、77番ですね、ちょっと難しいですし、まあ、かなりね、えー、判例の問題なんでね、重要ですのでね、何度も何度も聞いて覚えてくださいね。えー、問題の78です。 特別養子縁組制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。1番です。特別養子は15歳未満ではなければならない。ごめんなさい。15歳未満でなければならない。2番、えー。縁組後も実親との親子関係は継続する。3番。特別養子は実親の法定相続人である。4番。配偶者のないものでも えー、養ととなるることができる5番、養親には、えー、離縁請求権はない。はい、最も適切なもの一つどれでしょうか。はい、正解は5となります。えー、では解説いきたいと思います。1番、えー、特別用紙は15歳未満でなければならないですが、はい、これバツとなります。 特別養子縁組の家庭裁判所への請求時に6歳に達しているものは養子となることはできないんですね。これを覚えておいてくださいねえ。なので15歳未満でという記述はもう誤りですね。ですから罰となります。え特別養子縁組は6歳に達しているものはダメ。なれない。ですね。これを覚えておいてください。2番です。縁組後も実,実親との親子関係は継続する。 はい、ツとなります、えー。家庭裁判所は、養親となる者の,の請求により、えー、実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立することができるということを明記していますのでね、えー、実親との親関係は継続しないですね。置いといてください。3番、えー、特別養子は実親の法廷相続人である。 はい、これも罰となります。特別養子縁組は、血族との親族関係が終了するんですね。なので、実親の法廷相続人にはならないんですね。はい、これも重要ですね。4番です。配偶者のないものでも、えー、養子となることができる。はい、これ、罰となります。えー、養子となるものは、配偶者のあるものでなければならないと、えー、養子の夫婦共同縁組を規定しているんですね。 配偶者のない者は、養親となることはできないとなっています。はい、5番です。養親には、利縁請求権はない。はい、これ、丸となりますえ。家庭裁判所は、養子、えー、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を利縁することができるんですね。しかし、この中の請求権者には、養親は規定されてないとなります。 ですので、養親には利縁請求権はないとなって、これは丸となります。えー、問題79です。事例を読んで、取り消し訴訟と合わせて、C さんの救済に効果的な手段として最も適切なものを一つ選びなさい。えー、事例ですので、読んでいきます。重度の身体障害者である C さんは、N 氏に対し、障害者総合支援法に基づき、 1>, 1ヶ月650時間以上の重度訪問介護の支給を求める介護給付費支給申請をした。それに対して N 氏は 1, 1年間の重度訪問介護の支給量を1ヶ月300時間とする支給決定をした。C さんはこの決定を服とし、審査請求を行ったが、棄却されたため N 氏の決定のうち1ヶ月300時間を超える部分を支給量として算定しない。 とした部分の取り消し訴訟を準備しているという事例ですね。はい。えー、それでは、えー、この事例を読んでですね、C さんの救済に効果的な手段で最も適切なものを一つ選びなさい、えー。選択肢いきます。1番が、えー、無効等確認訴訟。2番が義務付け訴訟。3番が差し止め訴訟。4番が期間訴訟。5番が不作為の違法確認訴訟。 はい。最も適切なのはどれでしょうか。はい。正解は2となります。はい。それでは一つ一つ解説いきます。1番の無効等確認訴訟ですが、はい。これ、ツとなります。無効等確認訴訟は、行政庁の処分、採決の損否、効力の有無の確認を求める訴訟で、今回のものとは違うんですね。ですから、ツとなります。2番の義務付け訴訟ですが、 はい、これが丸となります。行政庁から一定の処分がなされないことにより、重大な損害が生じる恐れがあり、かつ、その被害を回避するために、他に適当な方法が見出せない場合にのみ提起できるんですね。救済手段の義務付けのための訴訟となります。えー、この事例の場合ですね、 えー、まあ、あの、行政庁から一定の処分がなされないことにより、まあ、あのー、C さん本人に、重大な損害が生じるので、えー、それを回避するために、っていうことの訴訟ですね。ですから、これは丸、義務付け訴訟と言います。3番です。差し止め訴訟ですが、はい、これ罰となります。差し止め訴訟とは、えー、行政庁の処分または採決を事前に差し止めする訴訟のことですね。 この事例ではすでに N 氏より処分をされているので適切ではありません。ですからこれ罰となります。4番の機関訴訟ですが、はい、これ罰となります。機関訴訟とは国や地方公共団体の機関相互間における権限の損否、またはその行使に関する、紛争に関する訴訟なんですね。ですから今回は関係ない。罰となります。 5番は、えー、不作為の、えー、違法確認訴訟ですが、はい、これも罰となります。不作為の意見確認訴訟とは、えー、相当の期間内に何らかの処分や採決等をしなければならないにもかかわらず、それをしないことについての意見の確認を求める訴訟となりますのでね、えー、これは罰となります。結構問題79も難しいですよね。 あの、差し止め訴訟とか不作為の意見確認訴訟とか、まあ、ちょっと普段聞き慣れない言葉が出てきますのでね、ちょっと難しいかなと思いました。えー、問題の80です。青年貢献関係事件の外境平成29年1月から12月、最高裁判所事務総局家庭局に示された2017年平成29年1月から12月の 青年貢献開始等の統計に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。一番です。申し立ての動機として最も多かったのは心情看護である。二、申し立て人として最も多かったのは市区町村長である。三、開始原因として最も多かったのは知的障害である。四、 えー、青年後見人等に選任された者として最も多かったのは司法書士である。5、鑑定期間として最も多かったのは2ヶ月超え3ヶ月以内である。はい、正しいものを一つどれでしょうかはい、正解は4となります。はい、それでは、えー、解説一つずついきたいと思います。1番、申し立ての動機として最も多かったのは心情看護である。 ですが、×ですね、えー。申し立ての動機として最も多かったのは、預貯金等の管理・解約なんですね。えー、これ覚えておいてください。心情看護ではないんですね。二番です。申し立て人として最も多かったのは、市区町村長である。はい、これ×となります、えー。申し立て人として最も多かったのは、本人の子ですね。で次いで市区町村長、でその次が本人となって いますこれもですね、重要ですね。覚えておいてください。3番。開始原因として最も多かったのは知的障害である。はい、これはツですね、えー。開始原因として最も多かったのが認知症なんですね。えー、次いで知的障害。その次が統合失調症となっております。4番です。青年後見人等に専任されたたとして最も多かったのは,司法書士であるはい、これ丸となります。 えー、最も多かったのが司法書士、次いで弁護士、その次が子、次が社会福祉となっております。これですね、あくまで2019年の時の問題の時ですね。えー、ですから、えー、2022年、現代、現在では、えー、何が一番になっているかですね、またね、えー、と、私、えー、調べて、いく動画に上げたいと思いますので、ちょっとここ、要注意でお願いします。5番です。 鑑定期間として最も多かったのは2ヶ月超え3ヶ月以内である。はい、罰となります。最も多かったのは1ヶ月以内なんですね。え、ついで1ヶ月超え2ヶ月以内。その次が2ヶ月超え3ヶ月以内となっております。これもですね、覚えておいてくださいね。はい、問題の81です。 日常生活自立支援事業の利用等に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。1、青年後献人による事業の利用契約の締結は法律で禁じられている。2、法定後献のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは法律で禁じられている。3、実施主体である 都道府県社会福祉協議会は事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。4. 実施主体である都道府県社会福祉協議会は職権により本人の利用を開始することができる。5. 契約締結にあたって本人の判断能力に疑義がある場合は市町村が利用の可否を判断する。はい、正しいもの一つどれでしょうか。はい、正解は3となります。 はい。それではですね、えー、解説いきたいと思います。一番です。成年貢献人による事業の利用契約の締結は法律で禁じられている。ですが、はい。×ですね。えー、法定貢献人である成年貢献人との利用契約の締結はできるとされておりますんでね。えー、これは×です、えー。これよ、よく覚えておいてくださいね。えー、法定貢献人である成年貢献人は、えー、利用契約を はオッケーなんですが補佐人であったり、えー、補助人ですかねそれはちょっとこうダメな場合が多いのでねこれ気をつけておいてください2番です法定公権のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは法律で禁じられているはいこれもバツですね、えー、公権補佐補助のうち 補佐と補助に該当する場合であっても、本人に契約能力がある場合は、契約ができるとされているんですね。えー、ですから、これツです。これもですね、基本ですが、覚えておいてください。3番、実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。はい、これ、丸ですね。その通りとなります。えー、県社協は、 え、都道府県社協は市区町村社協に委託できる。まあ、このまま置いといてください。4番です。実施主体である都道府県社会福祉協議会は職権により本人の利用を開始することができる。罰ですね。えー、要援護者本人からの申請に基づき開始されるとされており、実施主体である都道府県社会福祉協議会等の職権により開始することはできませんとなっております。これも覚えておいてください。 5番です。契約締結にあたって本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。はい、これも罰ですね、えー。契約締結にあたって本人の判断能力に疑義がある場合は、契約締結委員会に諮り、その意見を踏まえて利用の可否を判断することとされております。まあ市町村が勝手にですね、利用の可否を判断することはまあダメですよっていうことですね。まあ当然といえば当然ですね。 問題の82です。事例を読んで特定商取引に関する法律に規定するクーリングオフによる契約の解除、解約に関して最も適切なものを一つ選びなさい、えー。事例ありますので読んでいきます。一人暮らしの D さんは訪れてきた業者 E に高級羽毛布団を買うことを勧められ代金80万円で購入する契約を締結し、その場で D さんは業者 E に対して手元にあった20万円を渡すとともに残金60万円を1ヶ月以内に送金することを約束し業者 E は商品の布団と契約書面を D さんに引き渡した。まあひどい話ですね。まあこういう事例です。えー、それでは選択しいきたいと思います。1D さんが業者 E に対して解約の意思を口頭で伝えた場合は解約できない。2 D さんは、えー、取り消し期間内に契約あ、解約書面を発送したが、えー、取り消し期間経過後にその書面が業者 E に到達した場合は解約できない。3.D さんが商品の布団を使用してしまった場合は解約できない。4.D さんが解約した場合、業者 E は受領済みの20万円を返還しなければならない。5.D さんが解約した場合、D さんの負担によって で、布団を変装しなななければならないはい、最もも適切なものははつどれでしょうか、はい、正解は4となります。はい、それではあ解説いきたいと思います。1番ですが、D さんが業者 E に対して解約の意思を口頭で伝えた場合は解約できない。はい、ツとなります。解約の意思表示は書面に限るわけではなく、口頭でも有効なんですね。 えー、覚えておいてください。ですからこの選択肢バツとなります。2番、D さんは取り消し期間内に解約書面を発送したが、取り消し期間経過後にその書面が業者 E に到達した場合は解約できない。えー、これもバツとなります。 消費者が送付する書面の解約通知は発送した日が8日以内であれば有効なんですね、えー。通常の小取引は通知が到着することで効果が生じますが、特定小取引では、えー、消費者保護のため発信主義が取られていますのでね、えー、この選択肢罰です、えー発し。発送した日が8日以内であれば、えー、特定小取引の場合は有効覚えておいてください。 3番、D さんが商品の布団を使用してしまった場合は解約できない。これ罰ですね。商品を使用しても必ずしも解約できないことにはならないですね。罰です。4番です。D さんが解約した場合、業者 E は受領済みの20万円を返還しなければならない。はい、これ丸ですね。解約が成立した場合は、 えー、販売業者はすでに支払った代金を消費者に返還しなければならないですからね。これが丸となります。5番、えー、D さんが解約した場合、D さんの負担によって布団を発送しなければならない。はい、これツですね、えー。クーリングオフの解約では、商品の返送の代金は販売業者の負担により行うこととなるとなりますのでね。 えー、D さんの負担、負担に,によって、負担によって、負担を発送しなくても良いんですね。ですから、この選択肢、ツとなります。問題の83です。児童福祉法と児童虐待防止法に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。1番です。児童虐待の通告義務に違反すると、刑罰の対象となる。2番。立ち入り調査には、裁判所の令状が必要である。 3. 親権者の意に反し、2ヶ月を超えて一時保護を行うには、家庭裁判所の承認が必要である。4. 本人と同居していない者が保護者に該当することはない。5. 児童虐待には保護者がわいせつな行為をさせることは含まれない。はい、最も適切なものを一つどれでしょうか。はい、正解は3となります。はい、それでは解説いきたいと思います。1。 自動虐待の通告義務に違反すると刑罰の対象となるですが、はい、これ罰となります。自動虐待の通告義務の違反に対する罰則規定はないんですね、えー。これ重要です。覚えておいてください。もう一度言います。自動虐待の通告義務違反に対する罰則の規定はないんですね。はい。二、えー、番です。立ち入り調査には裁判所の令状が必要である。 はい、これもツとなります。立ち入り調査は都道府県知事の指示により行うことができるんですね。ですから裁判所の令状までは必要はないんですね。これも重要ですね。えー、3。親権者の意に反し2ヶ月を超えて一時保護を行うには家庭裁判所の承認が必要である。はい、これ丸ですね。その通りとなります。えー、2ヶ月を超えて一時保護を行うには家庭裁判所の承認が必要。 これ、あの、結構重要ですのでね、置いおいてください。4番。本人と同居していないものが、保護者に該当することはない。はい、これ、ツとなります。保護者には児童本、児童本人との同居の有無は問わないんですね、えー。児童虐待防止法において、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他のもので、児童を現に看護するものと規定されております。 えー、同居するかしてないかっていうのは、こう条件には当てはまらないということですね。罰となります。5番です。児童虐待には保護者がわいせつな行為をさせることは含まれない。はい、これも罰ですね。えー、児童虐待防止法には保護者がその看護する児童に対しわいせつな行為をすること、またはさせることは性的虐待であると規定はしていますのでね。えー、この選択肢は罰となります。 はい、えー、今回ですね、2019年の過去問の中の問題77から83の、えー、権利用語と青年貢献制度の単元の7問を取り上げております、えー。過去問を解くことは社会福祉試験の勉強の王道ですよね。えー、ですからですね、えー、この、えー、過去問ですね、しっかり見て聞いて覚えてください。今日のですね、権利用語と青年貢献制度かなり重要ですよね、えー。取りこぼしのないように、まあ、出てくるポイントは結構 こうね、決まってますのでね。で、難しい問題もあるんですが、あのー、この動画よく見てですね、あと私のできれば一問一答動画と一緒にですね、何度も何度も繰り返し見て聞いて覚えてください。はい、えー、社外福祉の、えー、勉強動画まだまだ出していきますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。